皆さんこんにちは、ドラム講師の森谷亮太です。本日は質問いただきました。スティックトリックでよくやるのを教えてほしいですっていうことなんですけど、まあ、僕スティックトリックは、まあ、ほとんどやったことがないですね。まあ、スティックを、まあ、演奏中に回したりとか、あの飛ばしたりとかね、こうっていうことですよね、多分ね。まあ、僕スティックを落とすのが怖いので、あんまりスティックトリックはやらないんですけど、一つだけやったことがあるやつを紹介させていただこうとすると、スティックを、まあ、こういう風に回すやつあるじゃないですか。こういう風に回すやつ。これってあの指でね、こうスティックの真ん中ぐらいを挟んで、こういう感じで動かしてるんですけど、これね、あたかもこうくるくる、まあ、回ってるというよりかは横にこう動いてるのが、ね、こう回ってるように見えてるという回し方なんですかね。定番のスティックの回し方だと思うんですけど、これをね、あの内側に回して、演奏中に使ってみたことはあります。で、あのどこで使うかというと、シンコペーションするときなんです。だからこう、っていうフレーズのときに、感じで使ってみたことはありますね。はい、まあ、どういう風にやるかというと、っていうフレーズなんですけど、この右手を左手でこう叩くっていう感じですかね。こうで、手をこう上げる感じになるんですけど、これと一緒にこう回すっていう感じなのかな。こうドみたいな感じの回し方ですかね。ティックを回すのも、あの基本的にね、リズムの中でできるといいので、なんかあの練習としてはなんですけど、シブをねこう叩くようなイメージで、で、なんかね、僕の場合はこう普段こういう風に構えといて、で、こう叩く、支部を叩いて手を上げるのと同時にこう回す練習っていうのは、あのやってみると、まあ今みたいなみたいな状況では役に立つのかな。スティックトリックね、ちょっと関係ないんですけど、シンコペーションのこのシンバルを、これをね、左手で狙えるようにする、こう、っていうのもパフォーマンスの一個として役に立つのかな、こう。左手で叩くのはどういう風にやるかというと、シンバルの直前のスネアを右手で叩く感じなのかな。これをこうで、スネアの時点で左手を上げておくと、感じですかね。あんまりあのごめんなさい、そんなにバリエーションは多くないですけど、まあ1回だけやったことあるって言えば、こういう回し方ですかね。と、あと、まあ左手でシンコペーションを叩くっていうので、まあライブ中はパフォーマンスしてみたことはあったりします。はい、そんな感じですかね。そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。